ロストの受賞とノミネートの一覧では2004年9月22日より2010年5月23日までアメリカ合衆国の ABC 系列で放送されたテレビドラマロストの受賞とノミネートについて記述する2005年にプライムタイムエミー賞で12部門でノミネートされそのうち6部門を受賞した特に SF 作品としては珍しく作品賞を受賞した ことが話題となった。通常、エミー賞、プライムタイムドラマ部門にエントリーできるエピソードは放送時間が2時間以下のものに限られており、約2時間半ある最終回、終幕は本来なら候補にならないはずであった。しかし、米国テレビ芸術科学アカデミーは多数決によって特例として終幕のエントリーを認め、ノミネートされた。ゴールデングローブ賞は、 ハリウッドを外国人映画記者協会によって選ばれる。ロストは2006年にテレビシリーズ賞を受賞した。その他、エヴァンジェリン、リリー、ナビーン、アンドリュース、マシュー・フォックス、マイケル・エ・マーソンらが演技部門でノミネートされた。2008年と2009年には何にもノミネートされなかった。ゴールデン・リールール賞はアメリカ音響効果監督組合によって贈られる賞である。 ロストは11回ノミネートされ5回受賞した。サテライト賞はテレビ、映画に贈られる賞である。マシューフォックスが2004年に主演男優賞を受賞した。サターン賞は SF ファンタジーホラー映画及びテレビ番組に贈られる賞である。ロストはこれまでに48回ノミネートされ、ネットワークテレビシリーズ賞などを合計13回受賞した。マシューフォックスは これまでに7回サターン賞にノミネートされ、2回受賞した。エリザベス・ミッチェルは、これまでに4回サターン賞にノミネートされ、1回受賞した。アドウェール、秋ノイコール・アグバエは、これまでに1回サターン賞にノミネートされた。とか、証コとテレビ批評家協会賞は、テレビ批評家協会より贈られる。ロストはドラマ賞を3度受賞している。ティーン・チョイス・アワードは、 ティーンエージャーによる投票で決まる。ロストはこれまでに29の賞にノミネートされたが、一つも受賞には至っていない。ノミネートされたエヴァンジェリン・リリー。ノミネートされたマイケル・エマーソン。全米脚本家組合賞を受賞した JJA ブラムス。全米脚本家組合賞は、全米脚本家組合によって贈られる。ロストは二千六年にドラマシリーズ部門で受賞した。二千五年、 この番組及びそのキャストは、エンターテイメントウィークリーのエンターテイナーズ・オブザイヤーに選ばれた。2008年、出演者のうちキム・ユンジンとダニエル・デイ・キムの二人は、25のエンターテイナーズ・オブザイヤーのうち、17番目に入った。また、全米脚本家組合賞以外にも、この番組は、多くの組合などが主催する、賞ーレースでも成功しており、 これまでに12回ノミネートされ8回受賞した。2007年には、JJ エブラムス、デーモン・リンデロフ、ブライアン・バーク、カールトン・キューズが、モンテカルロテレビ祭、ドラマシリーズ部門で、ゴールド・ニンフを受賞した。2009年4月1日には、テレビドラマの常識を変えたとして、ピー・ボーデ賞を受賞した。2006スクリーン・アクターズ・ギルド・アワード・ウィナーズ・ウフォー。 アウトスタンディングパフォーマンスバイアン・アンサンブルイン、A ドラマシリーズ、アディ・ワレ・ヤキニュー、オグバ・ジェナベイン・アンド・リューズ、エミリー・デラビン、マシュー・フォックス、ホルヘ・ガルシア、マギー・グレース、ジョシュ・ハロウェイ、マルコム・デビット・ケリー、ダニエル・デイキム、キム・ユンジン、エヴァン・ジェリーン・ディリー、ドミニク・モナハン、テリー・オー、クイーン、ハロルド・ペリノー、ミシェル・ロドリゲス、イアン・サマー・ホルダー、シンシアワトロス、 ありがとうございます。